7年後で待ってる、やっていきます。じゃあ4月1日だね。分かった。7年後の4月1日この場所で。絶対忘れないでよ。うん、絶対、約束。7年後で待ってる。またあの夢か。もう動くんだ。あら、ハルト、おはよう。起こしちゃった。お母さんちょうど出かけるところよ。そのお父さんどうしてる？また出てるわよ。そうじゃなくて、ああ、うん、そうね、機嫌悪いみたい。でもいいのよ、ハルトは気にしないで。母さんもハルトが頼み事なんて初めてだったから嬉しくて、ついお父さんに無理言っちゃった。大丈夫、お父さんだってすぐに機嫌直すわよ。何しろここはお父さんが生まれ育った家なんだから。母さんも懐かしい？もちろん、うん、もちろん。お母さんも久しぶりに来れて懐かしかったわ。でもごめんね、どうしても行かないといけないお仕事だから。ああ、うん、別に気にしないで。じゃあお父さんと一緒に2日間よろしくね。あ、そうそう、昨晩行ったお医者さん、きちんとご挨拶してきてね。家を出たらまっすぐ左に行ってすぐのところにある行き来医院って お医者さん。うん、大丈夫、時間に遅れちゃダメよ。お菓子も忘れないでね。あとはねえ、ハルト、母さんはこれから5日間留守にするわよね。それでその出かける前にお母さんに聞いておきたいことはない？別にないけど、どうかしたの？そう、うん、いいのよ。じゃあお母さん行くけど、春休みだからって遊んでばかりじゃなくて勉強もきちんとしてね。7年前、今の両親に引き取られた。僕にはそれ以前の記憶がない。父さんと母さんに一度だけ聞いたことがある。僕は昔どこで何をしていたのか。母さんは2つ教えてくれた。この町に住んでいたこと、そして僕らは町の病院で出会ったこと。ただ、とても言いづらそうにしてる母さんを見て、僕もそれ以上聞くことはできなかった。でも、ただ一つ、あの約束だけは時々思い出す。顔も名前もわからない女の子。今日は3月29日。今日、約束の7年後まではあと4日。僕はどうしても約束の場所に行ってみたかった。何か大切なものを思い出せる気がするから。そう、僕はなくした記憶を探すため、この町へやってきた。7年後で待ってる。と言っても場所もわかんないんだよな。それにこれから5日間父さんと2人きり。ここは僕の生まれた町か。よし、まずは町の病院ってところに行ってみよう。そうだ、その前に行き来医院ってところに行かないと。確か母さんと父さんの知り合いなんだっけ。普通に入ればいいって言ってたよな。ソラキ、ハルトと言います。両親に言われて先生に会いに来たんですけど。ああ、はいはい、ソラキ、ハルトくんね。先生は中で待ってますよ、どうぞ。ハルト君だね、遠いところからわざわざご苦労。僕は行き来と言います、よろしくね。どうも はじめまして。これ両親からうちの地元のお菓子です。これはわざわざどうもありがとう。
美月先生、僕は両親とどういう関係なんですか？ああ、昔ちょっとね。それに春田くん、君が会うのも初めてではないんだよ。まあ、数年前にの話になるけどね。そうなんですか？実は僕昔のことはあまり覚えてなくて、僕ってどんな子だったんですか？覚えてない。はい、記憶喪失っていうか、そうか。そうだね、明るい子だったと思うよ。僕は当時そこの病院に勤めていてね、ハルト君とはそこで会ったんだよ。病院で、なんて病院にいたんでしょう。その何か病気とか、どうだったかな。僕もあまり詳しくは覚えていないんだそうですか、すまないね。いえ、ありがとうございました。じゃあお菓子も渡したし、僕はこれで。あ、待って、せっかく家まで足を運んでくれたんだ。診療時間までまだ少しあるし、よかったら診察していかないかい？もちろんお金は取らないよ。え、そんな大丈夫ですよ。熱もないし、体もどこも悪くないと思います。もちろん健康ならいいけどね。でも昨日この町に着いたばかりで疲れもあるだろう。君のご両親によろしくと言われてるし、遠慮しないで何でも言ってくれていいよ。筋肉痛とか腹痛とか。そうですか。1週間前突き指したんですけど、それはもう治ってるし。ああ、そうだ、口内炎が少し痛いかもしれません。口内炎か、じゃあ口を開けてみて。ああ、はい、ありがとう。これはきっと痛いだろうね。どうだろうなあ、ちょうどあの薬がいいかな。ちょっと待ってね。ああ、先に言っとくけど、僕が薬をあげたことを内緒にしておいてね。ややこしいことになるかもしれないから。ややこしいことって？ああ、まあ最悪僕が逮捕されるくらいかな。大丈夫なんですか？まあ逮捕は冗談だよ。医者なら自身に健康の相談を受けることよくあるしね。まあ僕は友人がいないのでこんなこと初めてだけどね。すまない、冗談は苦手でね。まあ秘密、厳密にはいけないこととなっているので、薬をあげたのは二人だけの秘密にしといてくれるかな。はい、これが口内炎の薬だよ。ここで飲んでおくといい。なんだか香りの強い薬ですね。ああ、その薬はそう、少し香りがするんだよ。香りといえばそうだ、最近ちょっとお香にハマっていてね。そうなんですか？これなんだけど、どうだい？いい香りだろう。そうですね、なんか懐かしい感じの香りが。あれ、少し眠くなって。大丈夫かい？きっと長旅の疲れが。うわあ、ことの始まり、エンド。いや、思ったよりやばいかも。